の火加減強くないですかね。大丈夫です、うん、まあ、まだ気になりはすると思うんですけど、うん、だいぶ柔らかくなってますので。そうですね、多分動きが良くなってたりだとか、楽になってると思いますね。下川さんもお忙しいでしょうね、あっちこっちで。忙しいですね。ちょっと今ブログ見ましたけど、はい、常にいいところです。そう、動き回ってますよね。お忙しそうですね。もうね、ご自分のところは1週間休んでみたいな、はい、あっち行ってこっち行ってっていう。大いにも27日からずっと来ていただけます、はい、あ、そうなんですね、はい、手伝っていただくんですね、はい、まあ、やっぱり代表が来てくださらないと、うん、ちょっとね、決められないことだったりとか、うん、なかなか進めにくいですもんね。そうですね、初めてですか、ご自身のお店持つのは、ね、あ、もうやってらっしゃって、あの、愛用施設の中にやってたんですけど、はい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 、そちらの方が、ちょっと今入ってたところが10月10日で、一時休館になっちゃったんで、そうね、はいはいはい、なので急と急で、12月までほっとけないっていうことで、そうなんですね、なので急ピッチで、はい、物件不動産さんに行って契約してっていう状態で、本当にだから認定受けてからっていうのが本当にもう急の急急急急で、なんかもうあの、まあ、みたいな。そうだから初めは12月オープンの予定やったんですけどね、大阪が11月で、はい、で12月にうちオープンやったんですけど、はいはいはい、急に1ヶ月早めて、その温泉施設の方っていうのは、もう急だったんですか、その急、あの一時期で休止みたいのは。聞いたのが、はいはいはい、10月10日に休業しますって、一時休業に入りますって聞いたのが、9月の末ですね。あ、そんな急だったんですね。もっと早く教えてほしいですよね。そうだったんですね。なのでもう本当にもう、はいはいはい、ってだから12月12日オープンしますよって告知した途端にそれを聞いたので、もうどうしようって感じですよね。確かに告知しちゃいましたけど。いかがですか。あ、すごい軽いです。はい、これ嫌な感じないですか。首いいですね、はい、これ首って思いましたけど、はい、あ、そうは意外とね、意外と首気持ちいいですね。気持ちいいんですよ。かえって指入ってくるより気持ちいいかもしれない。そうそうなんですよ。結構ね、首デリケートなので、うん、指がねきつくなっちゃったりとか、うんうん、あのくすぐったく感じるような方にも、うん、トーク線いいんです、まあ、力加減ね、気をつけなきゃいけないですけど、す、場所と力加減間違わなければ、すごくトーク線気持ちいいんですよ。本当に全身いけるんですね。全身いけますね、足裏から頭まで、ね、頭というか、まあ、このくぼんのくぼんのところとか、はい、結構、うん、でも本当使う人は頭まで使っちゃうって、私やってないですけど、できなくはないみたいですね、うん、まあ、そもそもこのタイでトーク線っていうのが、あの線を叩く、その線っていうのは日本でいう経絡的なものらしくて、もうそれが なんかもうけあの経絡だと12本じゃないですか、日本だと。でもそのタイのトーク線っていうのは、
なんか何百本みたいな、めちゃめちゃありとあらゆるところに走ってるみたいな感じになっていて、なんか全然どこも叩けるみたいな、そういう感じらしいですね。はい、じゃあ60分の結婚コースは以上になりますね。ありがとうございます。一旦止めます。よっしゃゆっくり起きた方がいいですよ。あ、すごい楽。すごい楽ですか。あ、なんかあれですね、はい、普通のほぐしの60分とかより、はいはいはい、すっごい全身が楽です。はい、おー、よかったです。いい表情ですね。なんか脱力で、はい、って感じです。どうぞ座ってください。はい、よいしょ。はい、すごいすっきりしました。おっとっと、おお、よかったです。ありがとうございます。特にどこが良かったですか。何でしょうかね、整体とやっぱ組み合わせながら、はい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 、歪みも取りながら、あ、そうですね、そう、はいはい、盛り上がった筋肉もちょっとしてくれたり、叩いたりもしたり、はい、やっぱり組み合わせだからこそできるのだな、はいはい、ありがとうございます。本当にそれはもう、はい、そう言っていただけるとまさにこう意を得たりという感じですね。そうなんです。ただ揉んでても、ただ整体ばっかりでも、うん、ちょっとやっぱり物足りなかったり、うん、あの効果が十分じゃないんですよね、うん、両方その様子やあのそれぞれのこういいところを生かせる形で、うん、その方の、まあ、ほぐれ具合だったりとか、うん、まあ、歪み具合だったりに合わせて、うん、眠そうですね。なんかもうなんかすごい、なんか自分の体じゃないです。ありがとうございます。これはぜひ受けてください。本当にすごいです。 ありがとうございます。下川代表と同じことをおっしゃる、ぜひ受けてくださいって言ってくださったんですけど、これは体験してみてください。 ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、じゃあちょっとお腹の方もやるんですけど、着替えていただいて、そこはもう撮影は NG っていうことなので。それでね、また終わってからね、ちょっと撮らせていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、お腹のコースも受けていただいて、はい、いかがでしたか。ヒートジェル。あ、ヒートジェル、はい、使いました。使っていただいて、はい、やってある間にどん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 お腹が温かくなってくるのが分かって、はい、で、あの終わった後は、はい、もうぴよぴよってすごい柔らかい、硬い、もうコーンってした硬いお腹やったのが、はい、本当にぴよぴよになってて、そうなんですよね。うん、お腹が柔らかく、はい、はい、中が柔らかくなっていると中のね、うん、謎のこう位置だったりとか働きも良くなりますので、うん、はい、結構便通が良くなったりとか、気持ち的にもお腹の状態いいと、うん、あの温まりますし、あの落ち着きますし、うん、あとこうやっぱりこう中間なので、うん、足の方が冷えるとか頭の方がのぼせるとか、うん、そういうのもこう改善する、うん、はい、意外とこうお腹ってほんと真ん中なので、うん、肩こりにも腰痛にもいろいろ改善効果を秘めているという、うん、はい、大事なパーツですね。はい、はい、くびれもねちょっと多分柔らかくなると、うん、あのストンと落ちるので、あのくびれもぜひ、ね、そう、あの結構すっきりした感じもね出てるんじゃないかと思います。お疲れ様でした。はい、今日は、ね、いらしていただいて、ね、遠くからこう、ね、嬉しかったです。 ありがとうございます。機会を逃すと絶対来れないと思ったんで、はい、もう絶対行きたいと思って。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ね、あの本当でもおめでとうございます。いいことですよね。はい、もうあの、はい、私が専門自体もその、はい、あのその技術自体も、はい、全然女性か弱い女性、まあ、私みたいな、ね、確かにあの言われましたけど、あの自衛隊でかって言われましたけど、何ですかそれ。いやいやいや、何が言ったんですか。本当にあの整骨院とか私も行ってて、はい、あの自衛隊でか、自衛隊のような腕をしてるって言われて。本当ですかね。でかはどこから来たんですか。で
のようなね、はい、私みたいな体の人も多いですし、はいはい、でも、あの、か弱い本当にあの、華奢な可愛らしい、うん、大丈夫っていうような子でも全然聞かせられる技術なんで、うんうん、そうなんですね、力いらないんですよね、もう本当に指の親指だけ鍛えてもらえれば全然、はいはいはい、技術磨ければ全然もういってる技術なんで、素晴らしい、最近本当に女性の方の受講生さんも増えてきていて、うん、素晴らしい、初のフランチャイズということで、ありがとうございます。ちょっとプレッシャーがあって胃がね、硬くなったりとしてたんですけど、その辺もね、ちょっとほぐれましたかね。ありがとうございます。はい、応援しております。ありがとうございました。